環境を変える選択したいなと思って、俺フランスリーグに行きたかったの。ジュビロ以外のクラブっていうのは考えなかったですか？他のクラブっていう選択肢は全くなかった。一番思い出に残ってる試合、日本代表のジョホールバルの試合。おお、七海さんね、かっこいいな。99年にベネツィアに移籍したと思うんですけど、はいはい、なんでそのジュビロからイタリアに移籍したというか。一つは98のワールドカップフランス大会出ました、うん、アルゼンチンの選手見ます、うん、バティステュータいる、はい、デローンいる、うん、クラディオロペスいる、はい、シメオネいるみたいな、うんうん、すっげえメンバーが並んでるわけじゃないですか。アルゼンチンを自分たちよりも想定のもう3つか4つぐらい上に見ちゃったね。それはやっぱり試合前のさあいざ戦いに行く、うん、この選手としてはダメだと、うん、そういう選手とやる環境に身を置かなきゃダメだっていうのが1個な。もう1個はもう J リーグで優勝もしました、うん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 、カップ戦も勝ちました、うん、個人の賞も何個かもらいました、うん、でまあ、そこでもなんかやりきった感じあるじゃん、うんうん、環境を変える選択したいなと思って、でクラブに言ったらステージ優勝したらいいよ、お前海外行かせてやるよって言ったから、ファーストステージ優勝して、アジアクラブ選手権優勝して、じゃあもう行きますって言った。フランスリーグに行きたかったの。そしたら、まあ、自分が契約してるメーカーの方をつてとして、うん、マルセイユ、お、まあ、中田浩二とか三本ライン、今中田とか、はい、まあ、マルセイユから話があって、うん、まあ、それは練習参加に来いと、はい、練習参加に来れば他のフランスのクラブにバーッとそのニュースが行くから、そういったインフォメーションって結構生々しいし、うん、お前ワールドカップも出てると、うん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 、必ず注目してくれると思うからみたいな感じで、うんうん、2週間ぐらいマルセイユで練習したので、うん、まあ、ここでやりたいなっていうのもあったんだけど、まあ、帰国してどっか話まとうっていう中で3ヶ月後にベネチアからオファーが来たのよ。それはフランスでお前練習してたよな、ヨーロッパ興味あんのかって、やっぱそっから入ったの、まあ、これ今の時効だから言えるんだけど、はい、リーグ戦のアウェーでちょっと会いたい人がいるからお前ちょっとバス乗らずに降りろってなって、で降りたらその人と会わせてくれて、はい、そんな話になって、だから契約書を生むんじゃなくてまずヨーロッパ興味あるかっていうところから入って、それなんかドキドキしますね。ドキドキした、うん、マジで誰と会わせてくれるんだろうっていう。うわすごい、フランスリーグには行けなかったと思うんですけど、うん、だとはいえセリエ A って世界最高峰で、はい、まあ、その当時デルピエロとかジダン、シェフチェンコとか、あやばかったね。実際にその、まあ、対戦した中で印象に残ってる選手います？まあ、ジダンはやっぱりね、あのフランス代表でも何回か対戦して、はい、ユベントスも2回かな、うん、対戦していく中では本当に技術もあって、うん、あの体格であのしなやかさ、うん、それからまあシュートパスのセンスがもう超一流だし、うん、お客さんの見せ方っていうのも、うん、エンターテイナーとして、はい、すげえなって思ったし、七海さんは僕のイメージだともう左足一本で勝負してるって思ってるんですけど、うん、それがこうセリアで通用した部分、通用しなかった部分って感じとしてあります？いや、左足自体は通用してたと自負してて、うん、最初からボランチで使ってくれてれば、そのイタリアサッカー その守備ってものをもっともっとこう自分の体にね叩き込めたと思うんだけど、うん、俺を欲しがった監督が開幕前にアウトになって、開幕前にと俺が行く前にアウトになって、コパアメリカに行って最中にそいつが消えて、はいはい、でまあ後に有名になるスパレッティっていう、はい、スパレッティ、まあ、ローマとかで監督やった、はい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 、彼が入ってきて若くしてセリアの監督やりますみたいな。セリアって特徴とか行ってみてどうでした？いや堅守速攻ですよそれは。じゃあ七海さん的にはサッカーのスタイルとしては合わなかった？合わない、全然合わない、まあ、それであの1年で日本にするっていうことになるんですけど、はい、ジュビロ以外のクラブっていうのは考えなかったですか？日本の中で他のクラブっていう選択肢は全くなかった、うん、まあ、一つはジュビロからのレンタルで行ってるんだ、ベネチアに。で2部降格はその契約は不履行になるっていう。で2部に落ちちゃったから契約不履行になったけど、はい、個人的にもうこのチームにいたかったからベネチアと契約させてくれてたんだけど、まあ、ジュビロ側も無理で、もちろん契約上も無理で。ちなみにジュビロに行った時に国内からのオファー、ない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 、他のクラブない。でもやっぱ高かったからオファーできなかったんですよ。いやいや金額安い、俺だってね本当9697ぐらいからジュビロで給料下がる2005-6年までもずっと同じ金額だもん。お金にあんまり興味ないからもうその額でいいですよでずっと。え、じゃあ交渉しないんですか？14年全部一発。面白いな。
若いやつに言わせるとななみさんが上げてくんないから、うん、そうです俺ら上がんないじゃないですかって言うけどしょうがないそれはって、まあ、であのジュビロ磐田といえば、はい、N ボックス、はい、これどんな戦術だったんですか。戦術自体はねちょっと細かく話せないんだよねっていうのも、なんでですか。っていうのも、はい、あの今度福西のチャンネル出ることになってあその N ボックステーマだけを語ろうっていう、はい、でしかもその話の発端はゴン中山が、はい、その N ボックスを全く違う解釈をしていて、はい、その視聴回数はまあまあ伸びてるんだけどゴンさんが違うこと言ってると、違うこと言ってるんだよ。それじゃあその7番を背負ってるやつは全然動きませんよねみたいな、その素人の方のコメントとかもあって、はい、そうじゃねえと、なるほど、いうのを福西のチャンネルで話しますんで、まあ、掘り下げた話はそちらですけど、なぜこの N ボックスが生まれたかというと、はい、まあ、世界クラブ選手権が第1回目に開かれると、はい、でそのスペインで行われる大会にレアル・マドリードとジュビロが初戦で対戦する、はい、でレアルがまあめちゃくちゃいい中盤、まあ、ジダンももうレアルにいたんだけど、はい、もうあの中盤をチンチンに回されないためには、うん、このシステムの方がいいんじゃないかっていう、まあ、とにかく中央中央中央って攻めてくるレアルに対して外に外にボールを逃がそうっていうような、簡単に言うとね、おお、そこが起点なんすか。もちろんそれをもうちょっと話すと、キャンプで最初にそのスタッフがこれでやるよって言ってくるじゃん、はい、まあ、中心になりそうな選手がいたんだけど、はい、みんな反対だったからそれできねえと、そんなの1試合何キロなんだよ走行ラインとか走行距離とか、うん、カバーするエリアも広すぎちゃって、うん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 、できねえって言ってたのを、今金沢で監督してる柳下監督、柳下さんがコーチだったんだけど、はい、いいからやれっ て、 言って。でもこれはやっぱ福西さんの福チャンネルで話した方がね深掘りできるし、 そうそうそう、うん、そっちのはきっとね面白いんだよね。それはあの福チャンネルの方で、であのジュビロで一番思い出に残ってる試合ないな。記憶あるよ、記憶はめちゃくちゃあるけど、あの試合のあれがって言ったら日本代表のジョホールバルの試合だけで、思い出はめちゃくちゃあるし記憶もあるんだけど、はい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 、それがこうスペシャル感が出せるかって言ったら出せない。いや僕も同じで、その例えば優勝した時の試合とかもちろん覚えてるんですけど、うん、一番僕の中で記憶に残ってるって言ったら降格争いギリギリで残った試合なんですよ。もう苦しくて苦しくて、だからもういろんなこう矢を刺されてるわけですよ、君には、はい、もう禁止なんですよ。それでも出てかなきゃいけないっていうね。そうなんですよ。それ言ったら一番思い出の試合は高校選手権の全国大会1回戦、うん、はい、佐賀学園戦、うん、そこにいる七海君はスーパーもうプレーとしてやばい。それマジ暇だったら見て、あ、見ます見ます、それ見ます、マジ暇だったら見て、それ見ます。こいつうめえなって感じだから、現役時代、まあ、甲府町並みあるわけでしょ、はい、バロメーター落ちた時に自分のこのメンタルを取り返すために必ず実家に帰ってその VHS の映像を見る、もう年間だから3回ぐらいは、まあ、実家に帰る口実としてそれやってたの。でそのもう口実が、まあ、あってそれを見るじゃないですか、うん、だけど、まあ、引退する時は来るわけですよ。もちろんもちろん。その時はなぜその引退を決断した理由ってあります？やっぱ自分が出したいところにボールが出せなくなったとか、うん、ボールの質がやっぱボール1個分2個分、うん、ちょっと自分のイメージと違ったとか、うん、まあ、そこはまず一つで、トップカテゴリーの中で攻守の切り替えだいぶこうハードになってきてるし、うんうんうん、その90分間ハードワークっていう意味でも、まあ、膝がちょっとぶっ壊れたんで、はい、まあ、厳しくなってきたなっていう、うん、で、まあ、あとはまあ14年間のうち7年間体は元気な、うん、で後7年間が膝が壊れてからの7年間なので、スイムは前もっていう意味では非常にこう楽しかったところも経験できて、うん、でその体が元気な時に苦しい思いもしたわけじゃん、はい、代表でも、はいはいはい、もちろんクラブでも怪我してからトレーナーとかさ、はい、ドクターとかさ、はい、そういう人とこう密に話すようになって、俺トレーナーズルームに行かない子だったから、だけど怪我してからもう入り浸ってたから、トレーナーズルーム、はい、大体俺がゴンちゃんが最初に来て俺がゴンちゃんが最後に帰るみたいな感じだからそういう先輩いたな、いたよ誰、 F 君でしょF さんとか、今回はですね、七海さんとジュビロに入った経緯であったり、まあ、ジュビロのこと、そしてまあ現役のこといろいろお話聞いてきましたけれども、やっぱりね、七海さんね、かっこいいな、芯があるなっていうふうに思ったんですよね。いや、非常に面白い話を聞けました。次回はですね、はい、やっぱりこの日本代表のことについてね、お話聞いていきたいなと思うので、七海ひろし語る日本代表についてお話しいただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
10番ななみダメだ、背番号10っていうのが足かせになってくるわけで、一番苦しい3ヶ月だったし、いろんなところくぐってるんですね。くぐったね。くぐってますよ。